はい、皆さんこんにちは、ジェでございます。ドラクエ5ですね、やっていきたいと思いますよ。やっとね、それっぽいところに行きました。どこかと言いますとね、これサラムラの町から来るんですよね。あ、いや、間違えてた。あとね、息子下げてきました。息子がザオリコ覚えたかな。あれからいろいろね、もうウロチョロしてて、結構ね、いろいろあったんで、息子を置いてきて、娘を、連れてきました。で、ピリンさんはちょっと返して、メッキーさんを入れてきましたね。メッキーさんちょっとね、メッキーさん、イエタさん、ピエールさんもね、ちょっと育てたいなっていうところで、場所はこの辺ですね。いやー、大変だったわ。で、そっか。ゴレムスさんでいいかな。どうなの？あ、これじゃダメなんだよね。なんてことないね。ある程度カンニングしましたよ。ちょっと待って。これ3人になるよね。あ、3人だからダメだわ。これね、うちの娘がいるみたいなんですよね。娘か息子がいるみたいなんで、まあ仕方がないと、どうしよう、ゴレムスさん、レビューがこれか、オークスさんでもいいかな。オークスさんにするか。オークスさん、あたし、エダチェ。で、強さを見ると、オークスさん157か。やっぱゴレムスさん、ダントツだな。オークスさんも育てたいんだけどね。まあ、あとは私の魔法があるんだ。魔法というか道具があるんで、それをやればオークスさんでも大丈夫かな。じゃあ私が先頭だね。で、オークスさん、ヘダチさんと。これで、いいんじゃない？あら、ヘダチさんのがあるわ。となると、並べ替えで、私、ヘダチさん、オークさん、ちょっと微妙ですけど、やっちゃいましょう。で、これ右側なんか、あ、これいけんのか。あー、となると私、左だからやっぱ左からね、オーガヘッド、かなりね、敵さんがね、あー、どうしよう、ヘダチさん。え？おう、おう、かなり使い込んでくるね。あ、私迷うんじゃなっちゃった。ちょっと、ヘダチさん。おぉ、ガンガン行こうで、ね、わ、いいよ、ラトナイト。いや、作戦でね、呪文使わないにしますよ。あ、呪文使うなんだったら、あ、いいか。マンゴーの杖使うよね。あ、弱いね。230上がっちゃったよ。どうすりゃいい？じゃあ、私は道具使っちゃおう。道具で、炎のリングは何だろう。あ、勝ったからいいか。はい。ああ、明らかに敵が強いね。これは大丈夫かな、オークスさんで。オークスさん、ザオラ竜だからね。おお、いきなり入りますよ。お、あ、ここは要するに村に通じてると言われている迷いの森だ。しかし、普通の人間にはこの森を抜けることができねえみてえだぜ。もっとも痩せな姿を見ることができるなら話は別だけどよ。と、あ、多分これなんでしょうね。私まで子供の時はその姿を見たことがあったんだけどな。これ完全ヒントだわ。っていうことで、ヘダチなんでしょうね。小さな村ね。あ、残りの小さな村2枚をね、早く送らないといけないんですね。まあでも、今のところそれほどね、溜まってるわけじゃないから。はい。おー、エルフの目薬ね。はい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 。で、どんどん行きましょう。オークスさん、ちょっとやばいかな。あ、でも、祝福の杖があるでね。あ、男が欲しいからお金だね、これね。男の宝石も仲間になんだっけ。
あ、これヘナチさんじゃない方がなんかね、この呪文使うなりしちゃうと。どうだろう。作戦呪文節約にしましょうか。ちょっとね、アチオはね、成長が著しかったので、ちょっとヘナチさんに切り替えてきたんですが、良かったのか悪かったのかわかりませんね。おお、アンクロン、懐かしい。ああ、痛い。おお、痛い。道具だね。祝福の杖を、ヘナチにね。ちょっと弱いね。弱いな。さあ、祝福の杖をね、もう一発ヘナチに使いましょう。ちょっと一撃足らないね。ゴーレムさん呼んでくるか。はい、ヘナチレベル20になりました。光1ポイント、守る1ポイント、人で3ポイント、まで5万7ポイント。そうだね。おうと、オーガヘッド、あー、どっちも厳しいな、これ。あら、弾いてくるんじゃった。ちょっと痛いね、道具使っちゃいましょう。ちょっとあれなるよ。泥仕合っぽくなるけど。あ、弾き飛んじゃったね。いやー、これはちょっと大変だ。はい。うん。ちょっとこれ、ゴルムさん呼んでこよう。まあ、オークさんね、あげたいんだけど、はい、領域権ありました。2ポイント、力2ポイント、1ポイント、7ポイント、マジパワー5ポイント。トラマナ覚えましたね。お、トラマナも覚えるんだ。ちょっとね、変える方向に向かいましょうか。これ多分こっちから変えるんじゃない？ああ、そうだね。多分そうだわ。これで入れるでしょ。ゴルムさん入れましょう。さすがにちょっと。ゴレムスさん、あたし、ヘイダチェと。メッキーさんを入れてきたんですけど、メッキーさんはちょっとまだだね。やっぱゴレムスさんがいいね。うわ、爆弾油、あ、じゃないわ、メガザルロックだって。はい、とりあえずいっちゃいましょう。何？あ、メガザルだからそうか。これはロック彼やっつけないとダメなんだな。ということはどうなのこれ。メガザルロックをメガザルで死んだメガザルロックは他のメガザルで生き返ったりするのかな。ほら。ほら。ちょっと待ってほしいんだけど。道具。道具なんとかなるかな。あ、風神の盾？あ、なるほど。こういうことか。これもありか。経験値少ないけどね。最悪は封じんでいっちゃおうと。いうところですね。で、私こう来たはずだからこうだね。うわ、メガザルロックはちょっと難儀だな、これ。そっち行っちゃうもんね、ゴルムさんね。
結構わー唱えちゃった。いやメガザルロック行かなきゃダメでしょこれ。あーゴルムさんやっぱりうわーこれどうなんだ。でゴルムスはあっち行くよね。これでメガザル耐えられるかな。あ、同時合いだ。あ、耐えなかった、よかった。で、経験じゃこれなもんね。ちょっと待ってね、平田地さん、ね、平田地さん魔法ドラ持ってたらもうあれで行こうかなって思うんですけどね。魔法トラ持ってないよね。持ってないからやっぱりまだ節約だね。いや、なかなか大変だわ、これ。泥試合の要素が。あ、あれ、お父さん、滝のところに誰かいるよ、と。はあ。何ということは、並べ替えかい？ヘタッチェコールに遂行すると、あ、そういうわけではない。滝の方向に誰かいるよ。え？いないんだけど。ほう。これまずい。話す。その方向には誰もいない。滝の方向に。話す？誰もいない。話す。ほう。いや、これ入れ替えとこう。並べ替えでね、ゴルムちゃん、私、ヘラチさんで。たきみの向こうに誰かいるよって言われたんだけど。おぉ。ほう。あ、ちょっと待って、え、何？宝箱出てきたよ。はい。あ、お金、あれ？私、南から来なかった？あ、これ、それで迷いの森って意味か。あー、なるほど。もう迷ったんだね。はい、話す。その方向には誰もいない。滝の向こうに誰か。あ、ここか。キャット。ヘタチ、待って、君は誰なの？え、あなたには私の姿が見えるの？うんと。うんで、私何か言おうかしらと。ちょっと待って。ああ、これ想定があっちゅうなんだ。僕って言っても、僕たち妖精の村に行きたいんだけどって言ってんね。あ、分かった。悪い人じゃなさそうだし、案内してあげる。こっちはと、これはミスったんのかな？あ、父さん、こっちだってついてきて。二人になっちゃったけど。あらららららら。あらららら、そっち行っちゃうのね。お、お花畑。おー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 。ちょっと待ってね。あ、順番変えなくていいか。わ、人間だった。人間がこの前に来られてずいぶん久しぶりだなーと。あ、確かこの前人間が来たのに2年くらい前じゃったな。なんと、お前さんがあの時の子供か。大きくなったのーと。あれ？私以前来たのかな？覚えてないんだけど。あれ？来てたのかな？はい。あやこすためのに、一晩10ドル。安い。はい、行ってきます。さあ、はい、ちょっと話しておきます。あ、なんか覚えてるぞ。ここはポン様がおっしゃる妖精の村よと。え、ゴールドオーブを？それなら、ポン様、ポン様に行けばいいと思う。ああ、なんかこの初のハート覚えてる。来たわー、ここ。え、しかもここは僕で、ああ、ちょっとかわしていいのあるでしょ。おー、すごい！けど、お金が足んない。知力の兜だけかろうじて買える。私も上がるね。
そうだね、知力の兜を買おうか。あ、私ね、持てませんよと。いいえ、いいえ。そうか、私の道具をなんとかしないとね。でも全部いるんだよね、これ。あ、命の石がまだいらないか。わかりました。部屋さんに命の石を渡して。で、知力の兜を買いましょう。で、これは私ね。はい、装備しますよ。はい。知力の兜ってぐらいだから多分、賢さがあってんだろうね。何に渡そう。鉄管面ね。はい。多分ね、食欲の杖はね、平地さんが装備できると思うんだけど、渡したらいつ使うかわかんないんでね。あ、ごめんなさい。あ、でも今回の AI はすごい賢いんでね。あ、使えないわ。祝福のせいね。使えないからやっぱ私が持つべきですね。やっぱり任意の時に使いたいというのがあるのと、あと、時間がなっちゃいましたね。この辺で終わっておきましょう。ドラクエ5終わっております。どうもありがとうございました。